さあやってまいりました天川村。ここからね山道に入りまして、奈良県の神霊トンネルと言われているのかな、行者帰りトンネル、そこまで、行ってみたいと思います。行者帰りトンネルはねちょっと夜に行ったことないんですよね。だからどんなもんか行ってみようと。この天川村行くところのこのトンネルね、この天川村の手前の一番ラストのトンネルね、このトンネルがマジで寒い、かつ長い、かつ車とかめっちゃ飛ばしてるやつおるからなかなか危ない。ここは安全に抜けるにはこっちもそれなりに加速していくしかないんだが、トンネル内部って湿度が高いのかな、これ全然スピード出ないよね。キャブが、あと気温がめちゃめちゃ寒いですね。このトンネル何度ぐらいあるんやろな、まあ15度ぐらいじゃない、これ15度ぐらいかな。非常に寒いトンネルですね。さらにここから御手洗渓谷を抜けて行者帰りトンネルまで林道を抜けましていきます。だんだん暗くなってきました。まあこんな感じで沢沿いの道を登っていきますね。着きましたね、行者帰りトンネル。まずは反対側に抜けてから徒歩で入りますか。まあこんな感じですね。去年も来たけどなんか去年はサクッと回っただけだったんでちゃんとなんかやってないのよね。これまあ一応奈良県の心霊スポットで検索したら一応ね行者帰りトンネルは出てきますね。なんか怪談話としては老婆の霊が出るとか、中でクラクション鳴らすと車がぶっ壊れるとか、まあ根も葉もない噂みたいな怪談話があるみたいですね。でも特にそういう曰くみたいなもんは見られませんでしたね。見つからなかったですね。でもこんな山奥にね、山奥というかもうこれ釈迦ヶ岳っていう山の頂点の方やから、こんなとこにこの長いトンネルを掘ったということはすなわち何らかの犠牲者は出てるはずなんだよね。だからまあ曰くはあるっちゃあるよね。供養されているとはいえ。これ何キロぐらいあるんやろな、めっちゃ長いなこれ。これバイクで走ってもこの5分ぐらい、5分もないか3分ぐらいかな、時速50キロぐらいで走って3分ぐらいかかるとしたら、まあ長さはだいたい予想つくと思いますね。2、3キロはありますね。でバックミラーちょっと怖くて見れないですね。バックミラーどうでしょうか、なんか映ってますかね。もう映ってたら終わりやけどな。さあ早く出たいけどちょっと出口が見れ、出口いつだよね。あ、やっと出口か。ちょっと怖いですねこのトンネル、夜来たら。さあ反対側に出たぞ。2.9 キロ、まあ、でも3キロぐらいか長さ。こうでもこの中入って歩いているやつほぼいないからね。すげえ響くわこれ。このコンクリート、アスファルトじゃなくてコンクリートの路面で。でまあ、2車線あるけど中央線も引いてないって感じで、まあこの端っこの方すごいこれなんか泥が溜まってるやん。だから端っこに寄ったらやばいね、こけるねバイクの場合。ずるっと行きそう、そこ注意しないとやばいね。なんていうの、トンネル内照明ないんですよねこのトンネル。だからこのライトが消えたら終わりっていうね。でもある程度進んでなんか内側の方真ん中あたりまで行きますか。めちゃめちゃ怖いと思うけどこれ声の反響がえげつない。まあ、さっき通った通りバイクでもかなり時間かかったからこう徒歩だとかなり歩くことになりますね。で、中央の方まで行ったらこう戻るのも出るのも時間かかるから、中で何かあった場合やばいよね。行者帰りトンネル、しかしこの真ん中に入ってくると全く真っ暗で何も見えませんね。ほんまに闇やな。あ、ちょっと待って、こっからなんかちょっと変わりました。ほら、こう完全に闇ですね。こう真っ暗ですね。これライト消します。ライト消すと真っ暗になるから。これやばい、完全に闇や。これで、なんかエコーがちょっと途中この辺りからエコー音がちょっと変わって、空気のカビみたいなのがあって、それでちょっとなんかね、反響する音が変わりましたね。こっからこれ多分ちょうど真ん中あたりか、すげえ音がエコー反響しまくって、ははははここまでエコーするトンネル、今までなかったですね。初めてじゃない？これ行者帰りトンネルのこの反響音、変なのいますね。これ真っ黒クロスケいますね。これ足めっちゃ長いで。これ足長すぎへん？この雲真っ黒クロスケやん。これこれここシャッターになってるんですよね。看板みたいな、看板かなと思ったけど、ここシャッターになってるよ。これほらシャッターになってるよ。これシャッター降りるんや。これ何かあった時に、つまりこの中入ってる時にこのシャッター閉まったら閉じ込められるやん。めちゃくちゃ怖いな。これなんかの誤動作かなんかでここシャッター閉まったら出られなくなるぞ。このトンネルめちゃめちゃ怖いやん。心霊とかじゃなくて実害的な意味で怖い。構造が怖い。なんでこんなシャッターついてんやん。閉鎖するんやったらこのゲートだけで行けるはずやん。なのになんでこんなシャッターがここについてるの？これこのトンネルは謎やな。こんなシャッターついてるトンネル初めて見たぞ。これ反対側にもついてんかな。これトンネルシャッター、これほらここバーン閉まったら、今閉まったらここ出られなくなりますからね。あとはここ抜けてまた戻りますね。で戻って反対側のとこもちょっとチェックして、シャッターあるかないかチェックして、もし両方にシャッターあったらめっちゃやばいトンネルってことになるよな。なんでこんな構造になってるんでしょうか。まあとりあえず反対側見に行きますか。もう一回行きます。反対側に出て、反対側の部分もちょっと見ていこうか。この辺りが多分真ん中だと思うんですけど、でまあそろそろ出入り口かな、出口付近かなと思ったら、まだ出口じゃないんですよね。案外長いと。でこの辺りから古い感じになりますね。古めかしいこの感じ。こっちの方がやっぱ怖いかもね。こっちの方が怖いかな。とりあえず背後が怖いっていうのはありますね。背中が怖いっていうのがありますね。背中何かいそうな感じ。背後が怖いですね。あ、こっちの方が怖いですね。こちら側はちょっと雰囲気ありますね。まあ、心霊スポットなのかなっていうのはちょっと疑問符が残りますね。やっぱ犬鳴きトンネルに比べたら全然まともな感じ。優等生トンネルですね、ここは。でも反対側来たけど、やっぱ反対側にもシャッターありますね。このシャッターマジやばいな。どういうタイミングで閉まるんかな。閉まるタイミングが、もしこれ中に入ってる時に閉まったら完全に閉じ込められるですよね。めちゃめちゃやばいな、このトンネル。心霊とか関係なくこの構造がやばい。なんていうかな、コンクリートの壁になったらエコーが変わるんですよね。この波板の状態、波板の壁とからコンクリートの壁に変わった瞬間、エコーがちょっと変わるという、反響するのが、それがちょっとなんか不思議な感じしますね。鍾乳洞みたいになってますね。ここ鍾乳洞っぽくなってるね。これ鍾乳洞ができようとしている。でここではね、老婆の霊が出たり、あとは車で中に入ってクラクション鳴らしたら車が故障して動かなくなるっていう階段がありますが、向こうの方がバーって走ってくるイメージだけど、なかなかそういうのもないな。90年代の都市伝説みたいな、それテケテケとかね、ありましたね。テケテケ人面犬系の都市伝説でターボバージョンっていうのあったけど、あれの多分パクリでしょうね。こんな山奥で老婆の霊なんか出るわけやね。水が滴り落ちてるのがなんか雑踏、街の雑踏のように聞こえる。これだから人が話してんのかなと思ったら、ただの水のジョボジョボジョボっていう音がこのトンネルに共鳴して反響して変な感じになってるんやね。増幅されて。もうトンネル、心霊トンネルでビビったのって犬鳴トンネルぐらいか。あそこを越えるトンネルじゃないと、もうなんか全然怖くないな。犬鳴トンネルを越えるトンネルどっかないですかね。関西、和歌山、奈良、大阪あたりであればそこ行きたいけど、もうないよね。もう行き尽くしたな。旧由良トンネルも行ったし、旧由良トンネルもう一回行ってもいいけどね。とりあえず餃子帰りトンネルはこんな感じで、そこまで言うほど怖くはなかったということで、もうちょっとなんかえぐいトンネルあったらそっち行きたいけどな。この入り口はちょっとなんかやっぱ雰囲気があるな。でも中は普通のトンネルやな。この山奥にあるからすごいと思うだけかな。さあ、行者帰りトンネル、どうですかね。秘境のトンネルっていう感じでもないけど、ちょっとなんか浮世離れしたトンネルって感じでしたね。普通のトンネルとはまだ雰囲気が違いましたからね。そういう意味ではちょっと独特なトンネルではあるよね。あとはなんかやっぱりネーミングやろな。行者帰りという帰るっていう文字、土に変えるとかの文字と同じ変えるっていう文字が使われている行者帰りトンネルっていうネーミングね。そのネーミングがやっぱりちょっとなんか変わったトンネルというか、ちょっとなんかあるんちゃうかと連想させる、想像させるようなトンネルではありますから、そういう意味では心霊スポットになったのもうなずけるかな。心霊スポットになってないけどな、そこあそこお前心霊スポットな。行者帰りどうなん、もう何でもかんでも心霊スポットに従うやつが最近多い。最近というかもうネットの世界になってから、まあ、特に YouTube がなんか活発になってから、なんかでっち上げて心霊スポットを作ってるやつが多いですね。ああ、それの一つじゃないのこれ、行者帰りトンネルも。なんか行ったことないやつが勝手に行者帰りトンネルっていう文字字面だけで、あ、ここやばいんやろうなーっていうので勝手に心霊スポットに仕立て上げている可能性もあるよね。あ、特に心霊スポットで検索して出てくるサイトって 100% パクリ画像を使って、関係ない画像とかでなんかで適当な文章を適当な文章で適当書いてるだけのとこもあるよね。サイトの中身全然薄い、なんていうの、奈良県の心霊スポット10選とかなんかそういうのあるやん。ああいうまとめサイトみたいなの全部なんかはったりばっかやんな。はったりふかしばっかりで、実際そいつは行ってなくて、なんかネットの受け売りとかで勝手になんていうかな、まとめましたみたいなんで、自分は家のパソコンの前でカタカタやってるだけっていうパターンが多いから、全く参考にならへんのな。実際行ってみたらわかるけど、行者帰りトンネルに関しては心霊感ゼロでしたね。まあなんかちょっとシャッターだけは怖かったですね。シャッターなんやろな、シャッターシャッターなんやろな。シャッター閉まったら終わりやんか、トンネルに閉じ込められて。シャッターだけはちょっと怖いですね。あとこのお墓なんか、これ花よく見たら造花ですよね。まあ、行者帰りトンネルね、なんか神聖な雰囲気あるよね。なんか神聖な雰囲気ちょっとありましたね、なんとなく。なんかトンネル内でポイ捨てとかゴミのポイ捨てとかしたやつはにはなんか天罰が下るような、なんかそういう雰囲気がちょっとあるトンネルでしたね。ただシャッターだけはほんまに不可解でちょっと恐ろしいですね。何のためのシャッターなんかね、閉鎖してトンネル内を閉鎖してシェルター状にできるという、北斗の拳の死の灰が降り注ぐ時に、時やったっけ、ケンシロウの兄貴がだけがシェルターに入れずに、でシェルターまあ23日してからちょっと核の死の灰のなんか影響が少なくなったって言って、シェルターのシャッター開けたらトキがまだそこにいて、めちゃめちゃ白髪まみれのじじいになってたっていうね。北斗の拳のトキを思い出すね、シェルターっぽいシャッターは。トンネル自体がシェルターにできるやな。だもしなんか世界規模の核戦争が起きて、でまあ大阪とかに核が落とされた場合、ここまで逃げてきて、でシェルターに入り込むことができれば命は助かるかもしれないね、みたいな設定があるんかな。核シェルターではないやろうけどな、あれなんやろな。だから全然心霊とかよりそっちの方がとすごいミステリーですよね。何なんだろうね。シャッターのあるトンネル初めて見たけど、ほんまに出入り口2つ、シャッター降りたら中に閉じ込められてしまう恐れありという、かなり別の意味でホラーなトンネルでしたが、まあ行く時はちょっとでもあそこ電波つながらんのやな。そう、あそこね携帯の電波つながらないんですよね。だからもし中に閉じ込められたら終わりだよな、終わりだ終わり。まあ行く時はなんか食料を持っていった方がいいですね、万が一に備えて、閉じ込められた時に備えてね、食料を持っていった方がいいかもしれません。というわけで、行者帰りトンネル、天川村の行者帰りトンネルでした。